講演の方に入らせていただきたいと思います。これに先立ちまして、本日の講師をお務めいただきます片山健一様のプロフィールの方を紹介をさせてご登壇いただきましょう。すいません。片山様は、現在北九州エアターミナル株式会社の代表取締役社長でいらっしゃいます。片山様、1952年、の熊本県の出身で、ございます。1952年生まれ、東北大学工学部土木工学科卒業後、1975年に北九州市の方へ入職されました。北九州市におかれましては企画政策室長、港湾空港局長、産業経済局長、市民文化スポーツ局長を歴任されております。その中で、門司港レトロ事業、小柳瀬町並み保存、平尾台自然の里、空港整備、航空会社の立ち上げ、空き店舗対策等に取り組まれた実績がございます。それではですね、そういう実績のある片山健一様にただいまより講演をいただきたいと思います。本日の講演のテーマでございます、発想を転換して街を元気にするシナリオと八幡西をテーマにご講演いただきたいと思います。それでは早川様、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今紹介いただきました片山でございます。出身が熊本と言いましたけれども、どうして北九州に来たかということは、実は昭和20年ですね、1945年、私の父が門司鉄道管理局に就職したわけでありまして、うちの父は、熊本県の南側の宇土というところでございます。おふくろは山鹿の出身でございまして、熊本で全く仕事がないということで、門司鉄道管理局に就職いたしました。根っからのように百姓でしたんですが、三男坊でも帰ってこなくていいということで、北九州に縁ができて、私がこっちに来たということでございます。なぜこの話をしたかというと、当時は熊本で仕事がないからみんな北九州に出てきたんです。熊本県人会もたくさん、ここ四国からも西日本もみんな来た。今は私子供3人いますけど、3人とも関東甲信越にいます。お父さん地元に帰ってきて仕事がしたいけど仕事がないっちゃね、どうかしてくれと。ところが勉強して東京に行けば、行って勉強すればするほど帰ってくる仕事がない。なので大学に行ったんだからちょっと給料たくさんくれと、なかなかない、どうすればいいんだと、そういうことをこの20年くらい考えてきましたので、ちょっとその辺のことについてちょっと知恵を絞れば北九州でも可能性があるという話について、今日ちょっと触れてみたいと思います。実はタイトルにこの写真を持ってきたのは、煙突が全然写ってません。東京の方にこの写真を見せてどこですかと言って北九州と言える人はまずいませんでした。ちょっと屋根西は残念ながら今ちょっとなかったんですが、門司港駅と山田緑地と若松の北海岸と、それからこちらの商店街の一部ですね。少しずつお話をしたいと思います。進めはですね、実は私が、10年ほど前企画政策長をしているときに、アワシティというロケティとミッドウェイ、ミッドウェイ東京&上海、東京と上海の真ん中にあって両方の1000万都市の間にあって北九州は栄えるぞと言って PR してたんですよ。ところが東京と上海、確かに地図上の中では真ん中にありますけど、で真ん中にあるだけですよね。それでどう変わるのといったところに、実はこれだけポテンシャルがあるんだけど動かない。先ほど松尾先生もおっしゃいましたけど、福岡空港に負けないぐらい北九州空港は素晴らしいんだけど、空港があるから栄えるかというと栄えない。今板付けと羽田の間には56億の飛行機飛んでます。北九州も18億飛んでますが、要するに路線がどれだけ密にあるかということによってつながっているということなんですね。上海の一便もありません。でこういうふうなことを言って可能性があるぞとは言ったけれども、どうやってあんこを詰めるかというところが問題なんですよ、というふうなことを知っておいていただきたいというのが一つと、もう一つは大阪と同じ位置にソウルがあるということです。広島と同じ位置に釜山があります。釜山は400万の人口がいます。そういうことをちょっと少しずつ違った目で見たらどうかなというふうに思っているということです。で先ほど熊本から親父が出てきてお話をしましたけれども、もともと北九州というのは1901年に八幡製鉄所ができてから大きくなったと言われますが、じゃあその八幡製鉄所ができる
10年前のですね、明治22年、この年にですね、門司の港が特別輸出港に指定されるんです。で、港も何もなかったんです。門司港っていうのはもう沿線ばっかりで何もなかった。ただ門司港の沖の方が船だまりとしてとってもいい場所があったので、そこに船を泊まっていただいて、こっちから橋家で迎えに行ってたんです。それでも立派な港としてやる。で、これで、北九州に少し光が当たってきた。なぜか、先ほど言った通り中国大陸に近かったんです。だからここが、だから場所的には可能性があると思うんですね。で、その次にですね、明治24年に門司から遠賀川を通ってですね、久留米まで鉄道が敷かれます。で、これが明治24年です。22年に港、明治24年に鉄道が敷かれます。で、その同じ年に筑豊工業鉄道が直方経由で若松までつながります。で、それができたおかげでこの町はガラッと変わります。明治22年北九州の人口は8万9000人です。今の地域と同じところをずっと足し合わせて計算しました。8万9000人で、当時明治22年同じ時の福岡市の人口が5万4000人です。で、その人口が明治34年にですね、官営八田製鉄所がここにできて人口がバーッと増えます。で、どうしてここにできたかというのはもう言わずもがなんですけれども、筑豊の石炭と中国大陸の鉄鉱石、かてて加えて有史以来地震がなかったということで、広島県の呉、それから、菊郡の大陸、それから、恩賀郡の南津村、この3つの中からどこを選びますかということで、博さんだとか何だとか努力されてですね、ここを選ばれたところから北九州の町が変わってくるわけでございます。で、実は、出来上がってすぐですね、8万9000人の人口が17万人に増えます。で、17万人に人口が増えて、それから生産量を上げる。で、なおかつ鉄を作るわけですから、現在の三菱からですね、昔筑豊外丹工業と言ってましたけども、それが今の、今じゃない、もう出てきましたけども、戸畑のですね、旭ガラスのところに日本外丹工業というのができて、で、それが黒崎に移ってきます。で、ここで日本化成ができて、ここでいろんなものを作ることによって、この黒崎の町が動き出すんですね。で、そういうふうなことと、あとは筑豊炭田に、実際にいろんな、ワイヤーを出したり、それからモーターを作るということで、大正に入りまして、1915年安川電機がここにできます。ですから、1891年、鉄道ができて、1901年に八幡製鉄所ができて、1915年に、ここに安川ができる。その頃からこの黒崎八幡西というのが格段に栄えているわけです。しかし、そういうふうな状況があって、戦前までいきますけれども、戦争に負けますよね。そこでパタッと北九州は元気なくなりました。なぜでしょうか。簡単ですね。中国と国交を断絶しましたので、中国から原材料をドコッと入れてきて、ここで加工してカッと出していた。鉄が向こうから来なくなった。いろんなことがありまして、元気がなくなるんですね。で、そういうふうなことで、戦後どうやって生き延びてきたか。で、戦後、北九州は奇跡で生き延びます。なんで奇跡で生き延びたかというと、全国総合開発計画というのが、昭和28年、1953年に初めて設定されるんですけども、その時に都市で唯一指定されたのがこの北九州市です。で、どうして北九州市が指定されたかといいますと、1950年から朝鮮戦争がありましたけれども、朝鮮戦争があった時に今回バックヤードとして、米軍にいろんなものを供出します。ここで作ったものを出していく。そういうことがあって、落ち目の三度傘だった北九州工業地帯が息を吹き返す。しかし朝鮮戦争の時にこの町を見た時に、道路はガタガタ、生活環境はひどい。しかしここをガラッとお金を入れて変えるとこの町は変わるのということで、全国で22都市指定された中で唯一都市で指定されたのが北九州市で、その時に指定されたおかげで北九州は中国と国交断絶したにもかかわらず、この町がぐーっと伸びてきたんです。で、その時に大きな絵を描けって言われたのが国道199号、それから若戸大橋、北九州をガー横につなぐインフラを作るっていうのが一番大きな、目玉でした。で、その大きな目玉、もう一つ
は国道3号バイパス、今の都市高速ですけれども、3号バイパスがずっと文字から来ますね。昭和33年に、関門トンネルができて、それからあとずっと北九州道路ができています。この2本の核となる北九州工業地帯を貫く道路を作るということがこの町を変えていきます。どうしてそういうことになったかというと、実は明治22年に鉄道ができたことをお話しましたけれども、その20年後、明治44年にですね、門司の東大町から、黒崎まで西鉄の電車ができたんです。で、西鉄の電車ができた時にどうしてこれが良かったかというと、北九州は門司、小倉、八幡、戸畑、若松、バラバラのようなんですけど、西鉄電車ができたおかげで一つの町やということで、大阪神戸の阪神間と同じような地域性が生まれてきた。で、その結果をもって当時昭和28年にこの町を変えようといった時に199号と3号バイパスで全体を一つにしてまとめてやっていこうというような流れがあったというようなことをちょっと頭に入れておいていただきたいと思います。でさあ、されながらですね、そうやってだんだんこう北九州がもう一回盛り返そうとした時にもう一回落ちるんですね。でなぜ落ちてきたかというと、石炭がダメになっちゃったんです。昭和30年代、エネルギー革命といって石炭から石油へという話になって、筑豊地帯がガタッと落ちてきます。で、筑豊地帯がガタッと落ちてくるときに一番問題がなったのが、全国各地から集まってきた炭鉱で働く人たちをどうするんだというふうなことが問題になったわけです。で、その時に考えられたのが、人をたくさん雇う産業は何かと。一番産業をたくさん人を雇うのは何か調べたところは、これは自動車産業なんです。現在、神田に日産工場がありますけども、日産の工場は今6000人仕事しています。ことほど採用に、たくさんの雇用力があるわけです。そこで、当時ですね、先ほど言いました全国総合開発計画の次の次、三原則によってですね、筑豊の受け皿として神田に日産、倉手にトヨタという自動車関連の工場団地を作ろうというふうなことで誘致が始まりました。で、その誘致が始まって、日産は言うことをよく聞きますから、さっと、神田に昭和50年に、工場を作りまして、田川地区の労働者の受け皿として1000人単位で雇用したわけでございます。で、そういうふうな形で重工長大型で栄えたところを加工組み立てでとりあえずやっていこうっていうところまでは人口100万人カツカツ持てたんですね。カツカツ持てます。しかしこれもどんどんこの安川のおことさんがロベットなんか入ってくるし、先ほどからお話がある通り、安い人件費は全部中国だマレーシアだどこだと出ていくと、日本で作っていくのがなくなった。生き残るためにはどうするかというと、4万人いた製鉄所の従業員は今3000人ですね。そういうふうに減らしたけれども、実際鉄は400万トン作ってます。当時と変わりません。400万トンの鉄を作ってるけども、4万人だったら3000人できるようになった。10分の1でできるようになったおかげで今世界と競争ができているということは、工場を元気にすればするほど雇用力はなくなるという時代を迎えたわけです。で、そういう時代にあって、じゃあ北九州はどうやって生き残っていくんだというのを一生懸命考えたわけです。考えても考えてもなかなかいい知恵が出ないんですね。例えば環境にしてもそうです。今まで環境というと、例えば八幡製鉄所もそうですけれども、煤煙を出すな、CO2 を少なくしろと言っただけで、よそと違って250億余分に投資をしているわけで、よそと違って250億を投資したということは、名古屋製鉄所と比べて競争力がなくなる。こっちで作ったとか向こうが作ったりやないというようなことは当たり前ですよ。ということは、それだけ頑張ってリストラして頑張ってきて今残っている。その時にですね、この環境技術というのはインハウスですね。製鉄所は持ってるけど市民は知らん。じゃあこのインハウスにあった技術を外に取り出すことによって新しい産業が生まれないかということを考えたのが、この環境産業ということです。で、環境産業というふうなことで儲けようと思ったけど、当時はこれはいいアイデアだ、エコダムを作ってやるぞって言ったけど、よくよく調べてみると、環境というのは、例えばこのコップを買うのが100円としますと。で、ゴミを捨てずに環境を良くすると言っても、これは100円なんですね。ってことは、100円の中にゴミ処理費とか何とかいうのが入るんで、環境というのは結局
この全体のパイを増やすもんじゃなかったということに気づくんです。ということは、誰かの給料を下げることによって環境の人が飯食うというような状況になるんです。環境というのはそういうふうな、要するに、状況だったんでというのを少し気づいてきて、環境でもちょっと違った方向に持っていかなきゃいけないなというようなことを少しずつやる。じゃあ、どんなことだ。今、車が走ってますよね。今、鉄の値段いくらぐらいかご存知でしょうかね。例えば、普通の鉄っていうのは、2万円か3万円の原材料、石炭とか、鉄鉱石、そういうふうなものを3万円ぐらいで仕入れて、大体平均10万円の鉄を作ってるんですね。平均ですよ。例えば大分なんかの祖国だとそのぐらいですけれども、北九州みたいに付加価値をつけていくと20万とかなるんですが、少なくとも3万円で仕入れたやつを10万円にして、7万円の付加価値をつけて外に出しておるんです。で、7万円の付加価値があるおかげで、いや北九州は飯が食えた。ところが、自動車は1トン250万円ですよ。そうすると1トンの鉄で250万円になるということは、例えばこれ日産で言いますとね、日産の工場だけで30万円ぐらい付加価値があるんです。製鉄所から15万円ぐらいの鉄板を買います。よそからいろんなものを持ってきます。でそこでいろんなごちゃごちゃっとやって250万円の自動車を出していく。そうすると250万円ということは1台あたり1トンで30万円付加価値。先ほど言った普通の鉄だと10万円で3万円ですから7万円の付加価値。その付加価値がどれだけつくかでたくさんの人が雇用できるかというのは決まってきますよね。でよくよく車を調べてみたらみんな IT とかカーナビとか車本体よりそっちの方が高いんじゃないかっていっぱいついてたので、このカーエレクトロニクスが北九州でやったら儲かるかもしれんなと、半導体も儲かるかもしれんなということで、合併都市の中に IT とかカーエレクトロニクス研究所して北九州市内の中小企業にそれを作ってもらおうと思ってこの町をやりましょうということでやってきた。しかしなかなかうまくいかない。それが成功しかかると全てお隣の国が半額とか3分の1で作ってしまってうまくいかないというのを繰り返していくんです。でどうしてこんな風になったのかなというふうに考えましたが、やっぱり我々の頭の中にですね、物を作っていいものを作って売って稼ごうとい う DNA があったんですね。しかし本当にいいものを作って稼ぐ、それがいいことかということについて一つお話をしたいと思います。でこれまとめてみます。一番最初北九州は石炭があって鉄があって、だから港や鉄道を整備したらこの町は栄えた。次はその鉄に付加価値をつけて鉄鋼と価格、これをガンガン世界に売っていく。そのためにこれは円安ですね、360円240円150円ぐらいまでは儲けたんです、だからコンテナターミナルを作るぞ、何をするぞと言ってやってきた。でそれで勝てて加えてもっと付加価値たくさんの人を雇うための自動車とか IT 産業をやって、それに基づく公共投資をやってきました。しかしなかなか人口は増えないし、この町に元気は出ない。じゃあちょっと考え方を変えてもっと付加価値をつけるために環境だとかソリューションビジネスだとか、これを動かすために学術研究都市というところに公共のお金を入れて変えてきた。しかしここでも先ほど言った通り、いろんな後発国がキャッチアップしてきてなかなか元気が出ない。お金を入れていろんなことを頑張ったけども100万の人口を維持するのもやっとだったんですね。でところが今我々が気づいたのは、物からこと、こと、時間、そういうふうなことに付加価値を変えていくことによって雇用がものすごく生まれるということが分かってきたんです。昔の人はですね、今の若い人、歯を白くするというのにものすごくお金使ってるんですよ、女性が。我々全然分かりませんけど、歯を白くするのに何万円もかけて白くする。じゃあ北九州で歯を白くしてくださいって言って、なかなかそんな人いませんよ。しかしそこでお金使うんですよ。で皆さんちょっと考えてくださいよ。北九州から1日いくらのお金がなくなってるか分かってますか？北九州ですね、ちょっと言い方悪いけど、毎日30人なくなってます。30人の人が死んでるんです。でこの人たちが北九州平均3000万円遺産残してます。1000万円が不動産、2000万円がキャッシュとかですね、株式です。ところが子供が一人もおらんでしょ。この相続のお金は全部福岡銀行から東京三菱 UFJ 銀行に送っとるわけですよ。だから皆さん亡くなったらお金なくなるでしょ。で30人の2000万かけてます、6億円ですよ。
これが毎日こうわーっとこう遺産でこうここになくなってるわけですよ。じゃあどうすればいいの。そんなお金残さずに生きてるうちに使ってもらいましょう、ね、それか子供たちがこの町に帰ってきてもらって北九州に住んだ子供に遺産は相続するぞ言えばそのお金はこの町で回るわけです。で何が言いたいかというと使いたいものがこの町にあるかどうかということを僕は伝えたかったんですね。私は無事に引っ越しました4年前。なぜ引っ越したかというとずっと小倉に30年ぐらい住んでたんですけどもおふくろが、熊本から無事に出てきたんです。なんで無事に出てきたかというと私はモンテス時代親父と一緒に無事に住んで無事はその知見がお友達も 2,3 人いるからと言っておふくろが出てきた。で一人置いとくわけいかんからそばに行こうって言うんで私文字に行った。文字に行ったら小倉と比べて暗いは年寄りばっかりやな。ところがずっと調べてみるとですねものすごい数の美容院があるんです。で美容院がものすごくたくさんなんでかなと思ったらですねどこの美容院に行ってもねいっぱいなんです。でどうしてですかというとねもううちの嫁が何もしてくれてねと言いながらシャンプー受けながらお話してるんですよ。1時間半愚痴を言ってでずっと喋ってよかったね別に仮眠しに行かんでいいんですよ。その愚痴を聞いて楽しく今日は1時間半楽しく過ごしました3000円と言ってシャンプーブロスがそういう場所があったらお金を使うんですよ。2000万持って死んでるわけです。そういうふうにすることによってたくさんの美容院で雇用が生まれてるんです。でそういうことについて北九州ってのは気づいてなかったんですね全然。まあ、ちょっともう一回整理します、まあ、そういう小さい話もいっぱいあるんですが実は北九州が苦しんでいるのはこの3つです。こうグローバル化です。先ほど言った通りものづくりが中国行った、ね、それからもう子供が少なくなってお年寄りばっかりになった労働人口が減って稼がんのに社会保障費がいっぱいかかるどないすんねん。それから地球環境 CO2 や、ね、PM2.5 やもう日本には石油もないどうするんだということがこう言われてるんです。とこうないないないことばっかり並べるからこう暗くなって北九州将来になると思うけどそうじゃない。視点を変えてみて北九州じゃどんな付加価値が生まれるんですかということをで考え直してみるとこの町っていうのはガラッと変わってきます。実はこれもそうです。北九州の将来人口を推計しますと今96万ですけども来年96万に割る2030年には80万になる。この時にですねああ北九州もダメやと思った人は儲けは絶対できないですね。逆にですね人口がこれだけ減ってる時に今までの北九州と同じぐらい稼ぐにはどうしたらいいか。2割人口が減ったわけですから2割効率アップすればいい。効率アップ1人で10個作ってたやつを12個作るどうしたら12個作れるかな。そういうふうなことを考えて視点を変えていくと生産性とか効率性アップのビジネスチャンスだし逆の言い方をするとこれからこの表から見ると高齢者が増えるね。じゃあ高齢者ビジネスをしたらどうやと思うんです。うちのおふくろね、あんまり高いとこじゃなくてスカイダイブとかなんとか連れていくでしょ頼まないんです。量は多いし油が多いこんなの食べれんわと言って2回目からついてこなくところが行ったところにねそういうことじゃなくて健康食と合わせたようなこれはね16穀米があってこれ量が少なくて味付けも薄くてこれは高齢者用の定食というのはパッと出てきたらね私もう一回連れてってと言うと思うんです。しかし北九州のレストランの中で高齢者用のメニューを揃えているレストランはほとんどないです。だから2000万円持って死んでいくんです。そこをどう変えていくかということをすることによって北九州でですねこれから日本国中高齢化が進むわけですから北九州にチェーン店の本店を持って日本国中で高齢者用のレストランを展開したら絶対にですね。その時に何が言いたいかというとただポンと出しただけじゃ絶対来ないということですよ。嫁の悪口を聞いてくれるとかねうちの主人は何もせんそういうふうなことをそこで話ができる雰囲気を作れるかとかこれノウハウですよね。でそういうふうなことをするビジネスチャンスじゃないですかっていうのをこの人口が減るというところから見て取れるかどうかがこの町が生き残れるかどうかの鍵なんです。それともう一つ先ほどからものづくりものづくり言ってますけど北九州のものづくりはもう 20% 切りました。 80% はもうサービス産業です。なんで北九州がものづくりって残るか答えは簡単です。
お隣の福岡市が 4.3% しかないんですよ。しかし日本国中を平均すると 19.1% が二次産業です。だから北九州市は平均的な町なんですね。で平均的な町にもかかわらず我々は昔の栄光があるので北九州は産業としたものづくりの町だと言ってるわけです。だからそこに力を入れている。しかし先ほど言った通りもっとお金を稼げるところは北九州市は宝の山ブルーオーシャンですね。何にもしてないんだから福岡に行ったらいっぱい店あるでしょ。北九州全然ないんですよ。北九州ないから向こうに行ってお金ですから、まあ、悪循環ですね。これがまあ全く同じなんですけど同じように調べてみると、サービス産業が 77% 非サービス産業が、23%、22% という結果が出ておりまして先ほど言ったことは間違いなかったわけですね。まあ、そういう観点でもう一回この街を見直してみましょうというのが今日の話です。定常化時代というのは少子高齢化でお年寄りが増えて二次産業があまり振るわない時代というのが定常化時代です。定常化時代で今北九州にある資産を見直してみましょう。やっぱり北九州は、中国大陸に近いね。ものづくりの人材がおるよ。自然災害がないよ。充実したい産業インフラがあるよ。だいたいここで止まってるんです。しかしこの後にですね海や山が近いね。蓄積された都市施設住宅があるよ。こういうのをちょっと見直してみたらどうでしょう。皆さん今北九州市の中にどのくらい空き家があると思いますか。今全国で800万戸空き家があるんですよ。北九州は 1% 経済ですから大体5万戸くらい空き家があるんですよ。で5万戸くらい空き家がある中でもう空き家ばっかしやこれもあかんと、もうどないすんだよとか負の遺産で捉えたらこれはがっかりしますね。だってもうお父さんの退職金で建てた3000万円の家がもうぐちゃぐちゃになって壊すだけかと言ってるようではこれ困るんですね。実はまた文字の話で恐縮なんですけど文字がちょっと高いところに上がると関門外部がものすごくきれいに見える。で昔歯医者さんだった人のお家があるよね。あそこお医者さんしとったからやめた。立派な家でテラスから関門外部が見える空き家がゴロゴロするんですよ。誰も住んでない世間から言われますよ。ところが東京に行って聞いてみたら関門外部でペンションやりたいって人は腐るほどですよ。私はペンションやりたいけど行くとこないよね。その空き家の管理ただでやらせたらいいじゃないですか。管理がいらなくなるしそんなところでペンションもできてペンションからできればベッドが4つ5つできるでしょ。実験できたらホテル1軒分になるんですね。で向こうから移り住んできて空き家はきちんと使えるわ、なおかつ雇用が生まれるわ、観光客が泊まれるわ、そういうことについて全然この町は目をつけてなかったんです。八幡で言いますとね文字庫レトロがあるでしょ。文字庫レトロには220万人お客さんが来ています。何人泊まってるか知ってますか。5万人ですよ。ところが函館460万人観光客が来てまして269万人泊まってるんです。そのおかげで3万人以上の雇用があるんです。観光で北九州の文字庫1000人ですよ。その時になんでこれで観光客が止まらなかったか、答えは簡単です。文字庫に来た人を止めようとしたからです。文字工にしてきた人はせっかく来たんだからこの人は止まってねって言うから絶対止まらないんです。函館の戦略は違いますよ。小樽や札幌に来た人に止まってね、函館に来た人は止まらんでいいということにしたおかげで269万人の人が止まるんです。ここからミソですよ。文字工に220万来るでしょ。文字工じゃ止まらんわけでしょ。八幡に止めてくださいよ。なぜ八幡かというと皿倉山があるんですよ。文字工は8時になったらみんな閉まってしまう。サラクラは10時までケーブルが動いてる。こっち動かして夜の夜景見せて八幡に泊めてください。ホテルはホテルね、こっちのホテル作って泊まってもらえばいいんですから。で泊まってもらってお金だけ使ってもらって次はどっか行ってもらえるんですよ。博多がいい例でしょ。別府と阿蘇にお客さん来てもらって宿泊とお買い物だけ博多でしてるんですよ。太宰府は博多といって嘘言ってるんですよ。でも北九州の人はそんなことができるのですよ。それをやってください。それをするだけでこの町に例えばね220万のうちの5万人が10万人になるだけで1000人の雇用ができるわけですよ。同じ5万人泊まって1000人の模試校と同じように何も投資せずに八幡西に1000人泊まる。どうしたらいいか。皿倉山との連動をどうするか。
泊まった時にここで何を食べさせるか、それを考えるということですね。でそういうことがこのインフラを 見直すということです。今まではすごい完璧があるよ、工業用水が安いよ、人がおるよって言ったけど、それはあくまでものづくりの視点で見るんだけど、ものづくりと違った観点でこの街を見ると可能性が出てくる。これも同じです。私は中国のですね、天津市の電気名という国際担当の主任がいるんですけど、ちょっとお友達なんですけど、彼がいつもこの図を見せて言うんです。中国の天津から見たとね、日本はこんな見えるよと。要するに中国が太平洋に出ていこうとするときに覆いかぶさって邪魔でしょうがない。だから尖閣尖閣言うんです。どっから太平洋に出ようかいつも見とるよと。わしらはね、日本に抑え込まれとると見えるからあんなことするんよと。その次に言った言葉です。中国から見たら北九州は真ん中よ、東京は田舎ということは、こんないい場所にあるのになんで利用しようと思わないんですかという言葉が書いてありました。実際に中国の天津とか北京とかから見るとまさにいい位置にあるんです。こういうふうなところをいかに利用していくかということを考えましょう。私は中国スカン、まあ、スカンがいいですけど、お金を落としてもらえばいいですよね。隣の町のラオクスじゃみんなお買い物してるんですけど、20万30万お買い物して向こうばっかり儲けてどうしようと。いや来た人がですね、博多じゃなくて皿倉の夜景を見て八幡に泊まったら黒崎でお買い物しますよね。ところがお買い物をするときに何をすればいいかということを考えるわけです。向こうは各お店ごとに銀連カードが使えるけど、黒崎の湯津屋は1階と上の2箇所しか使えない。不便ですよね。じゃあ銀連カードが使えるようにしましょう。その次に何する？答え簡単ですよね。ラオックスでお買い物してきてる人、なんでラオックスで買い物するんだと私は聞いてまいりましたよ。そうすると中国の SNS では博多に行ったらラオックスがすぐ出るそうです。 SNS でなんでこんなこと出るやろと調べてみたら、中国のラーさん、これはラオックスのヒット株主ですけど、そのラーさんが仕掛けてるわけですよ。博多に行ったらラオックス、それしか書いてないんですよ。だから中国のお客さんはみんなラオックス行くんですよ。山手で行って行かずラオックス。ということは同じようなことを北九州に来たらどこで書くだけで何も通してて来るわけですよ。でそういうことを北九州の人は今まで一回もしてないのに、ちょっとでもすればお金になりますよということです。それから見方を変えます。これは左側が、イタリアです。右側がイタリアです。私から見てた皆さんから見て右側がイタリアで左側が日本です。実は、障害所得ですね、我々もそうですけども、大体日本人は2億円から3億円もらってます、サラリーマンのね、イタリアは大体7掛けです。しかしイタリアの人たちというのは職がないのにね、給料も安いのに1ヶ月休みを取ってみんな遊んでるでしょ。なんでこんなことになってるのかな。向こうの人家を建てないんです。私なんかだと親父が建てた家を壊して新しく新築して、と思いますけど、向こうの人はね、ひいおじいちゃんが建てた家を私は台所を直して100万円、親父は過去のここが傷んだから買えると100万円、家は昔からのものをずっと修繕し使って家には絶対お金使わない。同じようにストックを大切にするってことです。先ほど言いましたよね、空き家はこれはただのゴミということじゃなくて、空き家は立派な3000万円のストックだと。その分は俺はキャッシュで使うぞと。そういうふうな、要するにストックを財産というふうな形で使うと、この町はものすごく財産になります。福岡港と北九州港、5倍こっちの方がストックがあるんです。普通の資産家から言うとですね、じゃあ資本回転率が悪くて博多の方が儲かるって言いますけど、じゃあそのストックをどう生かすかということを考える、これが大事なことですよということが2番目ですね。そこで北九州はですね、ルネッサンス構想の時にそのストックを生かそうということで、吹野浜に歌う昔の石炭置き場を住宅地にしましょうとか、戸端の駅の南口を商業ビジネス地にしましょうと。土地が分かりやすいですね。町の真ん中に浄水道も下水道も一人から、工場が出ていった跡地は住宅街にして儲けや、これぐらいまでは考えつくわけです。で文字工レトロぐらいまで考えついて、コムシティもこの間あいとったらもったいないから区役所を落としましたよね。だそういうふうな使い方は分かるけど、これと同じようなこと、まずは有給化した土地ストックに着目してやりました、空き家もこれから財産になりますよというふうな目でずっと見ていきましょう。これはまあ文字工の例ですが飛ばします。居抜きの町がですね、観光地になりましたということだけです。まあ、これも、先ほどあの先生方おっしゃいましたけども、24時間空港でものすごく可能性のある空港です。で一つの例でいきますと、このスターフライヤー今600人雇用してますけども、500人が北九州に住んでいます。でこの人たちは降って湧いたように来たんですね。なぜかというと、今まで福岡から、飛行機に乗ってた人が
北九州でチケットを買っただけで600人雇用できるんです。どうしてかというと、このスターフライの売り上げが今300億円ぐらいです。300億円の売り上げが、立つ本社がここにできたわけですから、600人雇用ができるんです。新しくなったわけでも何でもない、皆さんが福岡空港から利用していた人がこの町に飛行場ができて、この町に航空会社ができたら600人雇用ができたんです。同じですよね。北九州に何もないからしょうがないから博多でお金を落としていた人がこの町でお金を落としたりすれば雇用が生まれるんです。そういうことを考えたらどうでしょうということですね。これは飛行場でも同じことになります。だから飛行場を利用して、先ほど宮原先生もおっしゃったように飛行機を作る工場を用意する、いろんなことがありますけども、そういうことができるとこの町というのはこのストックを生かしたということになるんですね。まあ、学研都市も同じです。先ほど申し上げました通り、この町の産業構造を変えようというストックがあります。今のところはカーエレクトロニスとか IT とか言って遠いところにありますが、そうじゃなくて北九州の工場がこんなアイデアで新しいものを作りたいんだがっていうのに相談を乗って、これを活用できるようになるとだいぶ変わるんですよ。ところが儲け方がどうやって儲けていくかっていうのは分かんない。例えば石川鉄工さんがモブリンコというのを作ったんですね。それトンネルのひび割れとかを調べるのにトンネルの中をこう潜っていくロボットを発見、作られたんです。ところがそのロボットを売って稼ごうとされたんですよ。そうするとそんなたくさん売れませんよね。そんな煙突調査するとか下水道調査するとかで、北九州市内にですね、もしものすごいコンサルタントがいたらものすごい儲かるんですよ。だってそのロボットがいたら下水管の穴が開いたら全部調べられるわけですから、コンサルタントとして受注する。そのモグリンコというのは1個しか買わないけど、日本国中の自治体のやつを受注して調べて回れるんですよ。人がこうやって調べて回るより早く調べられて安くできる競争入札かけたら絶対勝ちますから、ああ大牟田市役所だ福岡市役所だと言ってそのモグリンコを活用して下水管のひび割れ調査をしますという会社があれば儲かったんです。しかし立派なロボットを作ってロボットを売ろうとするから儲からない。お隣の町福岡上手ですよ、ねキャベツとかケールとか入れて青汁とかなんとか言って売ってるでしょ。福岡で作ってるわけじゃなくて、どうせよその人作らせておいて福岡の青菜、ね、救済だとか言ってるでしょ。あれと同じことを北九州の人がやったらもっと儲かるんですよね。どうやって稼ぐかということが問題なんです。立派なものを作って売って稼ごうとしてる時代が終わったというのは先ほど言ったことです。それを活用して儲ける、これに全く手を出してない北九州はものすごい可能性があります。次です。この間まで住友金属の小倉製鉄所の象徴をしていた丸山和美さんという人が言ってたんですが、自分は北九州が好きやと、なんで好きですかと聞いたらね、朝出勤する前に足立さん登れる、夏はね5時終わった後ゴルフがワンホール回れる、東京や大阪じゃ絶対できまへんねんと、向こう行ったら朝4時から起きてゴルフ行きますね、ワンホール3枚も取られる、まあ、5時からワンホール全部回って6000円や何が言いたいかというとですね、ライフスタイルを実現できる街なんですよ。山登りがしたい人ができる、ゴルフがしたい人ができる、野菜作りたい人は作れる、サーフィンしたい人ができる街なんですよ。何かが欠けてる、ないことばっかりなんですよ。いやここにはね中高一貫校がなくてね、頭のいい人がいる学校がないのよねとかね、一体どうすればいいかって答えが出てるってことです。それをやればこれだけのライフスタイルが実現できる街っていうのは、僕たちいろんなとこ行きましたけどそんなないですよ。博多だって毎日ね本満山登って通勤するじゃ無理ですよ。佐倉はある、足立山もある、高遠山もある、殿上さんもある、どこでもできますよ。そういうふうないい環境があるということを売りにせなあかんんですよ。その時に空き家使いませんか。東京から引っ越して10年住んだらね、家賃月々5万円でいいですよって言った時みんな来ますよ。その時に何をするかというと、東京より早い IT 環境を作ってやるとか、そういうことをできればこの町を売れるということです。実はそのなぜそれを言うかというと、志田この辺は本当に単純に調べた状況なんですけど、子育てしやすい町ナンバーワンとか、ね、こういう数字は出てるんですよ。こういう数字は出てるけど地元の人が満足してるでしょ。足の3人の息子が東京から帰ってくるために何が必要かということにお金をつぎ込むだけでこの町はガラッと変わる可能性があるんですね。そういうふうな可能性があるということをもう一度見直してください。実はこれは国の方がですね、これからどういう国が力を入れるかというのをまとめたものなんですが、今北九州は大体3兆5000億から3兆6000億です GDP が。でその3兆5、6000億のお金でこれ100万人の人口を雇っているわけですが、このままずっといくと、4、5000億あと5、6年で下がるんですね。
でその部分を補おうということで、これ市が算定してこんなことで増やそうとして、例えば一番前のね、食と観光で、雇用を増やす、1万5000人700人増やしたい言っとるけども、これ絵で描いただけですよ。先ほど言ったとおり無事高齢者にお客さん220万来とめやな。しかし止めんといかんでしょう。だから観光客1000万人来るうちには目標ならんのですよ。何人止めますかというのが問題ですよね。それを目標にする、何人止めますか。そういうふうにするためにはやっぱりアクションがいきますよね。普通の通り人たちは止まらんよね。年取ったら文字と矢田が喧嘩したらいかんから、文字で客呼ぶから矢田に止めてね。その代わりよそから来た人で矢田に止まった人は文字高レトロに明日次の朝連れていっけん、それよからって。そういうふうなことをやっていかないとダメです。文字高レトロは文字のやつやけど文字だけ頑張れね、あダメやね。そんなことしとるから博多に取られるし、別府に取られるし、萩に取られる。みんな同じなんですよ。そういうようなことで何で稼いでいくかということを考える人がおればこの町は可能性がありますっていうんです、まあ、これはもう飛ばします。北九州さんが成長戦略として作っていると今私が言ったようなことを書いておるんですが、書いてるだけなので、具体的にアクションを起こす人が必要だということをずっとルール申し上げました。大体何が問題かというのは言ってるわけですね、まあ、そういうことです。まあ例えばこれもそうですね、右上がですね、とうとうさんが作っているこれ一人でもお風呂に入れて、トイレも行けてっていうこれ高齢者用のユニットバスなんですが、とうとうさんはこれで終わりなんです。で右下はこれは安川さんが作っている、リハビリとかそういう時に、血栓ができないように足をこう自分で運動する感じで動かしてくれるロボットなんです。まあ、みんなそれぞれ別々売っとるんです。ところが一つの家の中に全部セットにして家で売るといったら北九州の産業はみんな一つなんですね。でそういうふうな取り組みがこの町は苦手なんですよね。でそういうふうな売り方をするっていうのがダメだったら売るという発想を変えて、そういうのを全部設置したマンションを作ってお貸しすればいいんですね。でそういうふうなことに取り組むということが重要なことです。でこれはお隣にできる IDC センター、インターネットデータセンターというのが昔やったのなんですかね、西田というんですね、あそこに今6棟ぐらい建ってますが、これは将来的に15棟ぐらい建つんですが、実は東京にあったインターネットの電子情報が全部あそこに集めています。どんどん集めています。データセンターというんですが、立派な建物がたくさん建っているんですが、このデータセンターというのはデータの倉庫ですから、雇用はほとんどないんです。じゃあみんなここで思考が止まっているんですよ。雇用がないんですが、この中にはものすごいデータがあるんですよ。医療データからなんか腐るほど入っているんです。例えばですね、よく出てきますね、日野原先生、102歳。聖路川病院の院長先生ね。あそこ聖路川タワーというのはものすごいいいところが築地にあるんですけど、あそこ立派な建物の2階全部倉庫ですよ。あんなところに倉庫を持っててもしょうがないから電子データにしてここに預けてるわけですよ。そうすると向こうの2階の倉庫を改装してホテルとして貸せるでしょ。向こうも儲かる、こっちも儲かる。ということは何が言いたいかというと、聖路加病院の中で病院の看護婦さんとか事務員さんが先生がですね、ちょっとカルテ取ってこいと言うでしょ。カルテ取ってきて持っていく。で先生これでございますかと看護婦さんが言う。こう2人いるでしょ。ここにデータがあるわけですから、先生がパソコンでそのデータしたら、こっちでその人がパッと電子データとして送ってやるという作業をできれば、向こうで2人雇っている人をこっちで2人雇えるわけですよ。そういう時代が来ている。ということはそういうデータがここにあるわけですから、データを加工して東京に送り返す、そういう事業ができる環境ができたなと思わないかもしれない。ああデータセンターができたね、立派な建物ができたね、でやっぱり思考が停止するんですよね。でそうじゃなくて、ここにあるデータを使ってどう稼いでいこうかということを考える。一番大きいのがソフトバンクさんのですね、電話のデータがここに来てるわけですね。ところが電話データというのは何かというと、毎月請求書を送ってくるでしょ。請求書を誰かが出しとるわけですよ。ここにデータがあるんやから、この隣で印刷工場を買ってパッとデータ書いて出せば、ここで郵便局のお金も儲かるし、印刷も儲かるし、みんな儲かる。そういう作業はどこから出しても同じなんで、ここでやりましょうっていうことをソフトバンクと交渉しに行くというふうな人がられるができるわけですね。じゃあ向こうと比べてどうやって安くできるんだ。北九州はね、地震はないし、電気はあれだし、いろんなことを言えばいいわけですよ。まあそういうことです。そういうことを私が今言いたかったのは、ここにちょっとまとめて書いてますが、人口が減ったからと悩むなと、人増やせばいいとか、観光が一人じゃないか、じゃあ止まってないだけで止まりたらいいんやと、というのが問題ですよ。
空き家とか空きビルも困った困ったやなくてリノベーションすればいいやないかということですね。リノベーションについては今小倉もやもり仕事をやってます。なぜ成り立つかというと、街中で商売したい人はいっぱいおるけど、あの商店、空き商店を借りたら高いんですわ。簡単に値段下げたらずっと下がるから。だからそれずっと貸すんじゃないか、ちょっと貸せと、ちょっとの間だけ貸して、その間だけその管理費ラインにしたのから貸せと言って、大体5分の1と6分の1の価格で貸すようにしたんですね。それで若い人がそこで実験してやれると思ったらまた新しい店に入る。そういうふうなことをするということだけで、リノベーションするということでだいぶ変わっていく、まあ、どこもここもリノベーションでお店はできないのでシェアハウスグループを、まあ、そういうふうなことをやっていくということですね、まあ、そういうふうに意識を変えることによってこの町は随分変わってきますよねというのが今の状況です。で、北九州にどうすれば変わるか。まず IT リテラシー、皆さんがパソコンを使えるようになってください。子供さんとですね、パソコンでメールのやり取りができる、皆さんができるようになれば子供も必然的にそういうふうなリテラシーが上がってきますから、そういうふうな、IT リテラシーを上げるということがまず一つ重要です。それから北九州でいつも言われるのは語学力がない、北九州で世界相手にマーケットしますから、やっぱり少なくとも英語をしゃべれるようにせないか、わしゃもダメやと思ったら息子さんには英語ができるようにせないか、娘さんにも英語ができるようにせないか、でそういうふうなことを地道にやっていくことによって、先ほど私が申し上げてきたようないろんな取り組みが動き出すんです。北九州はこの IT リテラシー、語学ができないということで止まってるんですね。立派な工場がある、立派なものが作る、立派な何がある、しかしこの町で実際に一歩でしていかないのは何でしょうというふうなことでございます。それじゃできんじゃないかって私調べてみましたね。実はこの西松屋さん、あの安い医療品売ってる西松屋さんあるでしょ、あの本店は姫路にあるんです。なんで姫路にあってあれがバーッと大きくなったか、答えは簡単なんですね。実は姫路にですね、三菱電機とかパナソニックがあるんです。で三菱電機パナソニックがガバーンとリストラしたんです。そしたらあそこに優秀な社員がみんなとクビになったわけですよ。西松屋さんこうやって待ってますよね。プロジェクトの企画から販売まで全部任せるからうちの会社来ないからということで、そういう会社をリストラした人たちを全部西松屋が取り込んだおかげで人材がうまく回り込んで、ああいうふうに世界を相手にする店ができてきた。ということは自前で何でもせんでいいですよ。よそから来た人を変えてやっていくということが重要なんですね。人材はそういうところの人に帰ってくる、リストラになった人を来てもらう。なぜか、ね、東京にいたらみんな東大の人ばかりしなくて、東大のところでね、東大の人は 100% 仕事するかしませんよ。北九州に来た途端に東大でになるんですよ。 100% で力が発揮できるんですよ。というふうな考え方のもとでこの町を変えていくというのは必要なことかなというふうに思います。これ一つの例です。小倉織が復元しましたね。あれ、鈴木紀子さんが復元してよかったねじゃなくて、彼女は何をやってるかというと、これを産業にしようとしています。実はこの縦のライン、イギリスのバーバリーと同じぐらい人気があるんです。今イタリアのホテルであったりフランスであったり、いろんなところでこのデザインを採用しています。ところが和の織物だけでいくと個人も織りますから全然ダメですよね。だからこれを実際機械織りに変えて、このデザインで売っていくということでジャパンブランドに採択されて、今ヨーロッパで売るようにしました。相当売り上げが伸びたんです。しかし残念なことに北九州で織ってないんです。九州で織物機械が動いてたのは久留米だけなんです。だから今は鈴木さんのデザインのやつを久留米にお願いして、久留米の織物工場で織って世界中に売ってるわけですよ。でも昔は北九州っていうのはね、制服を作ったりいろんなことするんで織物工場いっぱいあったんです。で織物工場が一つやれば鈴木さんのお給料だけで一つ成り立つんですよ。ということは昔の小倉織のデザインを復活しただけで、そういうふうな繊維産業までコミットできるように変わってくる。これはデザインの力なんです。小倉織という力とデザインの力で、じゃあ北九州にも同じようなことっていうのはたくさんあるんです。この間まであった村上ガラスさんとかなんとか、ああいうふうなのがどんどん残っていけば全然違うんです。イタリアのボローニャっていうところがありますが、ちっちゃな町です。人口60万ぐらい。しかし飛躍的に変わったんです。あのステンドグラスをね、こう作ってるんですけど、世界中の協会から受託してるんですよ。今頃ステンドグラス作ってもどこもなくなってくる。なぜできるようになったか。フェデックスとか TNT とか
世界中の宅急便ができてるでしょ。お宅のガラスの枠送ってくれってバーッと宅急便で送ってもらって、きちんとイタリアで作り直して送り返しちゃいますよ。イタリアでやるだけで世界中の教会から地中ができて動かる。同じような例がですね、神戸の長田にありますよ。阪神大震災で壊れた神戸の長田、あそこはもともとサンダルの町だった、靴の町です。であれ被災したおかげで全部香港とかあっちに移ったんです。ところがそのサンダルを見つける技術があった。今何してると思います？サムソナイトとかスカイウェイでね、大きなキャスターの修理してるんです。世界中の空港で壊れるんですよ、バーッと投げるとキャスターが。あれスーツケース5万円もするのにキャスターが壊れただけで5万円パーかと思うでしょ。ところがその空港で壊れて全部長田に持って行って、長田でキャスターが直して返してる。これは JAL とか ANA とかみんな世界中の航空会社の保険金で直してるから、また神戸に帰ってるんですよ。北九州の中小企業が七つ星を作る技術があるんですよ。この七つ星を作る技術があるやつを世界に売っていけるようにしていくだけで儲かりますという例がこの小倉織の復元です。まあ、同じようにですね、環境とか何とかでも九州生産がイコッパが出てきたとか、シャボン玉石鹸が健康で稼いでるとか、三井ハイテクさんや吉川工業さんがですね、本来の仕事とは別にハイブリッドカーのモーターコーを作ってるとか、どんどん新しい分野に行って儲けようとしてます。しかしこれらをトータルとして新しいものを地域の産業に乗っていくというふうなことが必要なんじゃないかというふうに思っています。その一番いい例が軽装検査さんのコンクリート亀裂探査です。軽装検査さんはもともとですね、日当たり検査をやっておられたんですが、これが実は新幹線のトンネルがコンクリートが剥離したときにコン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 って調べたでしょ。人件費ばっかりかかってどないしたらええなんて思ったところ、もともとその煙突のひび割れが調査ですから、走りながら調べるという機械を軽装検査さんは作られたんです。で、軽装検査さんが偉かったのはその機械を売らなかったことですよ。自分で調査しますという受注したんです。だから今東京の営団地下鉄、あ、東京メトロのひび割れ調査は軽装検査さんがやっておられますよね。確か、まあ、そういうふうなことですることによってここでちゃんと仕事ができるというふうなことになっておりますということですね。それから先ほど物からことになるということをしましたけど、スターフライヤーさんがそうですね、時間短縮するということで北九州に航空会社を作ったおかげでここで利用していただいて600人の雇用ができた。高宮の釣り具屋さん、高齢化するとですね、60歳で定年退職して先長いですよね。今まで5年しか釣り船やった人が20年釣りができるんですよ。そうすると釣りもいっぱいこういろんなも欲しくなって買うんですよ。さっきのその、パパイさんに言ってシャンプークロスしてくださいと同じように、俺はこれよりもっといいのが欲しいなって買うんですよ。だから釣り具屋さん儲かるんです。で、日本でそれが大体過ぎていく頃に中国とかいうところの所得が上がっていって向こうもどんどん増えるから釣り具屋さんとかいう時間を潰す事業ってのは儲かるんです。ハローデーさんがそれに気づいたんですね。で、ハローデーさんは確かに安くないですよ。トライアルと比べて高い。高いんだけどお買い物に行く。なぜでしょう。お買い物に行く楽しみは楽しみです。だからハローデーさんっていうのは買い物時間を楽しむためにいろんな演出をしてるわけです。ちょっと高いけど楽しいわけです。産業ドラッグさんも同じですよね。あそこ今までやった産業ドラッグさんじゃちゃんと言ってこれ、お薬買って帰ってたけど、今は真ん中にちゃんとソファーがあって、病院の待合室でお話してた代わりに産業ドラッグでお話をする。だから高校に一つずつお店を作るというコンセプトですから、病院まで遠くまで行かないとここで今処方箋だけもらったらここでもらえるのよということで、よそのドラッグストアに対抗している。ということは時間消費サービスを考えるとこの町っていうのはガラッと変わるんです。どこでも言うんですけども、門司港からですね、小倉まで走ってくる人が一箇所もランナーズステーションがない。こんな町初めてだと言ってました。だいたいジョギングの人はみんな走るでしょ。走った後にジュース飲みたいねとかね、ロッカーどこに預けるの、風呂どこに入るの、北九州ないんですよ。どこ行ってもありますよ。お風呂屋さんにロッカールームがあって、走ってきて、昔はあのコーヒー牛乳でしたけど、今はあの立派なドリンクを飲んでね、パッと着替えてさっと帰るとかね、朝走った後着替えてそこのロッカーに預けて仕事に行ってまた帰るとか、そういうふうなのが商売になるのにないんですよね、北九州。ただそういうふうな時間を健康のために使うというふうな事業について、黒崎なんかもうね、何人前ですから、もう可能性もすごくたくさんですよね。そういうふうなことにちょっと目を向けてみるというのが必要なんじゃないでしょうか。
まあ、これはちょっと本業なんですけど、空港、立派な空港を作っていただきましたけども、残念ながら東京便しかありません。先ほど先生もおっしゃいましたけども、2017年からですね、三菱の MRJ があそこで、試験飛行基地を作ります。大体25機ぐらいでいつも練習します。練習するだけかと思うと大間違いですよ。整備する人、パイロット、ね、それから格納庫、何十人も来ますから。でせっかく来たらもったいないからここで修繕しようということになるでしょ。修繕工場ができて何ができてということで航空機産業になるんです。だからまずは試験機種からというふうにやっています。まあ、それを活用するために、新しい航空ビジネスというのを起こしていこうというふうに考えています。まあ、同じようなことがたくさんありますけれども、そういうふうなことでございます。一番最後は先ほどご紹介したですね、函館はお客様を呼ぼうと思ってんじゃなくて、小樽だとか札幌に来た人を泊まっていただく、自前主義じゃなくて、よその人を泊まっていただくということに切り替えたおかげで、函館は生き返ってますね。これもそうです。北九州の高齢化率、今、政令市ナンバーワンで言ってますが、先ほど申し上げた通り、これはがっかりすることではなくて、新しい高齢者ビジネスを実験する、とっても素晴らしい場所であるということをやっています。改めて言います。50駅前の病院の多さ、話し相手を求めてシャンプー風呂、商売になる。食べたいものがないから外食しない。散歩に行こうと思ったら電柱が歩道の真ん中にある。段差が硬い。これをどうやって足に優しい柔らかい舗装で信号に合わずに歩けるか。そんな街を小学校ごとに作っていただけるとですね、皆さんが歩いていただく。でそれを奪っている街路樹にて鳥が来ますよ。あれは常備滝が来た、これは何が来た。お父さんお母さんがね、子供たちにも私の血をこう言うチャンスですよ。これはね、黒貝餅だとかこう言えるでしょ。子供たちもお父さんすごいねとか、おじいちゃん何でも知ってるねって思いながらこう散歩してると健康になって医療費を下がってくる。でこういうふうなのがこれからの高齢化時代のですね、医療費を下げるコツなんです。だから建設局が歩きやすい散歩道を作ったおかげで医療費が減る。これがこれから地方創生の鍵になる。そういうことをビジネスにしていくということが重要です。私が思ったのは、西鉄のグランパス65というのは大正解です。あれに乗ってみんな買い物行けるようになりました。あれのおかげで買い物難民が相当減っています。あれに続くようなソフトですね、そういうふうなものができていくというのは重要なことではないでしょうかと思っています。そういうふうなことをですね、従来の発想とは変えていくことによってこの町はガラッと変わってくるということです。北九州市民はレーバーからワーカー、そしてプレイヤーに変わる。よその都市と比べてたくさんの技能を持った職員に変わっていく。でこういうふうなことをしていくことによって北九州は変わる余地がものすごく、特に八幡西についてはたくさんありますよということです。ちょっと時間がなくなってきましたのでちょっと飛ばしますが、八幡西の町づくりいろいろ言いたかったんですが、実はですね、来年、安川が100周年です。でそれを目指してですね、黒崎駅を開業してますよね。北側と南側をつなぐ連絡通路であったり広場であったり。で実は三菱化学さんの前の土地がものすごく空いてるんです。あそこはですね、ものすごくビジネスエリアとしてチャンスがあります。もう小倉で人材を集めようと思って集められなくなって、今テレフォンセンターとかいうやつは黒崎で開けたいというふうに言ってるんですが、実は黒崎に一つもビルがないんですね、ビジネスビル。ところがあそこは駅に近くて、いろんなものを作るきっかけになる場所がある。だから黒崎白石地区っていうのは、これからですね激変する場所になるというふうに思っています。そのきっかけとして私は南北通路をオープンするまでに仕掛けていく。具体的にアイデアを出すためにですね、学研都市の生徒をいかに黒崎に引っ張ってくるか、折を黒崎に引っ張ってきてその人たちに活躍してもらうということをやっぱり知恵を出して考える必要があるというふうに思います。で彼ら若い人たちが実際にそこでいろんな仕掛けをすることによってやっぱり人が変わってくると思っています。でそれから黒崎が本当に失敗しているっていうのは、黒崎バイパスいろいろ作ってますが、私は黒バイの黒崎担当が必要だというふうに思っています。引き目通りたら引き目を通過してよそに行ってしまう、ね。今度前田ランプができるみたいですが、やはり、黒崎と福岡小倉が直でつながるというふうなことをきちんとやっていく必要があるのかなと思っています。小倉でやっている、町の魅力を変えるリノベーション事業、これは私は小倉よりも黒崎の方が可能性があると思っています。それはなぜか、
小倉の大町商店街よりも黒崎商店街の方がひどくて、いろんなストックが整っているということは、可能性のあるお店がたくさんあるということだと思っています。まあ、そういうようなことを利用していくことによって、八幡の町というのはガラッと変わってくる。皆様方のご親戚、子供さん一人でも帰ってくれば、この町は変わってくるというふうにお話を申し上げて、お約束の1時間が過ぎましたので終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございます。せっかくの機会でございますので、このすごくビジネスの元になるというか、思わず会社を立ち上げたくなるようなお話に対して、ご質問等ありましたら承りたいんですが、よろしいですか。もうすでに皆さんもう会社の準備を整えられているというところで大丈夫でしょうか。はい、わかりました。それでは以上をもちまして、講演の方を締めさせていただきたいと思います。片山先生、どうもありがとうございました。